というわけでね、僕とエイシン君で勝負するということで、今回もよろしくお願いします。今回もトルキン君とバトル、はい、もう毎度のことですけど前回やられちゃったからね、じゃあね、勝たせて今回リベンジだ。今回はアクティオン、そして目玉カレハとアクティオン使い慣れてなくない大丈夫だよ。カードがなければ、そしてどうするんですか。カードスキャン、これは強いですね。また全部 SS アート、全部 SS アート、そしてジュルコンお願いします。 V がパワーチャージ中だよ。必殺技を奪われるってすごくね、ドキドキするんですけど、精神的ダメージが大きいですね。ちょっとね、負けたくないなーって思って、はい、いや僕も新しくね、クッカー確認完了です。はい、通信に失敗しました。オフラインモードになります。次に 2P のバトルの順、バトルに使うカードをスキャンしろ。カードがなければ変わるのかな、謎ですね。ちょっとおしゃれなって。というわけで僕はね、メタリフェルなんですけど、メタリフェルが新しい超進化シリーズでまだ出てないので、前のメタリフェルをずっと使うわけですけど、いつ出てくるのかなと思いながら青いメタリフェル、青いメタリフェルです。普通のメタリフェルはもう超進化ちゃんと出るやん。そうそうそう、青いメタリフェル出てほしいんですけど、なかなかねちょっとレアなので出てくれないの。ラブナードが今の研究はなんでこの青いメタリフェルが好きなのかなって、青かっこいいなと思って研究してた時にね。というわけで、それではよろしくお願いします。さあ今回も勝ちたいな。始まりました、フレンドバトル。さあワンピーの武士が登場です。エシン君のアクティオン使ってるのあまり見た覚えがないんですけど、初めて普段ヘルク系をね、使ってると思うんだけど、ヘルクとサタン系は、そうですね、サタン系を使った。ネプチューンもよく使ってる。アクティオンはグーチョキパーがね、お助けの時に出せるんで、かなりこう使い勝手がいいんですよ。すごい攻撃的なチームお、攻撃に200、200超え、200超えますよね、お助け合いと。僕はね、ここがね、弱点。60しかないんでね、撫でられたら、やられてしまう。クライン、我が玉ので、はい、そこをね、うまくケアしていきたいんですが。おっと、というわけで体力をもりっと持ってみました。エスレアで、はい、エスレアで固めてます。エスレアだ、強いぞ。パパとマイトの人、何回かオルフラブって言ってたから。さーて、ウィンガじゃ使わなかったんだ。よし、お、まずい。いきなり必殺、いきなり必殺技をやられた。これを防ぐしかないのになりました。どれくらい食らうかな。あ、痛い。これは痛いですね。そして目玉カレハン、目玉カレハンも、目玉カレハンもね、そう、これダメージ高いので、じっちゃんの方攻撃高いもんね。おふぐ、一戦勝てればいけない。これはまずいですね。よし、あ、呼ばれてる。これはまずい、これはまずいですね。アクティオン増加から攻撃、スーピークレート。あー、ちょっと、ちょっと止まらなかった。33で、耐えてくれないかな、このあ、ダメ。これは辛いですね。ノックアウトだ。これはまずいですよ。ナロタくん、はい、重力の V ガチ発動。やっぱね、使ってくんね。じゃあ、使うしかない。V ガチ発動、さすがいただきますよ。決めるの早いな。えじゃ決めない、早いな。早いな。こうのやるとすごい迷うんですよね。ドキドキしちゃう。ドキドキしちゃう。ああ、これはまずい。これもらった。これはまずい。完全に読まれてる。これ良くないですね。悪魔だって悪魔に。まずこれを耐えられるかっていう話が。はい、メタリフェルは入りました。そもそもあるんですよ。ちょっと僕のメタリフェルが偉いことに。消えましたよ。うわ、20か、まずいな。で、必殺技が持ってかれて、あ、これはまずいですね。
れはやばいな。早いよ。よし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 、ちょっとこのままではちょっとね、研究所帰って怒られちゃうんだね。頑張んない。あ、今日はゲージが良くない。ここは頑張りたいところですが、これは大きな。カブト鼻づくりが危ないぞ、ね、よく使って結構ダメージがかなりね、役に立ってくれるお助けなので。なんでカブト鼻づくりなのかな。カブトのような形してるけど、これは鼻づくりっていうね、虫なんですよね。さあ、というわけで僕の必殺技が戻ってきたので帰ります。あっと、いや、でも決めるの早いな。どうしようか。あ、まずい。これはまずい。これはまずい。アクティオンゾーカブトの攻撃。スーピークレート。パーフェクト出さないで、これはダメだったのでは。これは。ああ、だから普通にやる。リベンジ達成だ。これはね、まず乾杯、乾杯ですこれ。完全に上を行かれてましたね。君は虫を網で捕まえよう。ちょっとね、V ガチもやれちゃったし、もう。何もないですね。ということは今回はいい虫が出ないかもしれない。こういう研究に負けないといい虫出ない。カブトムシ。カブトムシね。久々に見ました。はい。あと3回。さあ、割り込んでほしいね。ノーマルゲット。あと2回。あいた。来ないね。レアですね。レアゲット。あと1回。あー、レアゲット。やっぱ僕にね、あの、負けないと。なかなかね。V ブースターがあると、虫がちょっとだけ強くなるよ。はい、今度氷の V ブースターなので、うまく成功すると相手のお助けを封印できるという、なかなか強いというですね。最後に1枚カード化できるよ。うわー、でもカブトムシじゃない。そうだな、カード決定。ね、カブトムシすれば、もう虫が出るのカブトムシだし、カブトムシすればムシキングみたいなところがね、よし、あるので、虫の写真を撮ろう。竹蔵といえばカブトムシってこともある。まあそうだね、カブトムシ。好きなタイミングでボタンを押してね。バッチリだよ。これぞカブトムシだね。カード確定中だよ。今回僕の乾杯だったので、あの、また次来た時にね、ぜひ勝負するということで、はい、ありがとうございます。自分に達成だったね。よかったよかった。いやー、あの、ダスがね、全然読めなかったんで。早いですからね。早くて、迷ってくれたりすると、もうちょっと、あ、必殺を警戒してんのかなとかね、できるんだけど、決められると、僕が迷うっていう。なかなかこう、心理戦で上を行かれた感じだし、はい、僕もまたちょっと腕磨いてくるんで、また次ぜひ、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで今回ですね、虫キング研究所にやってきて超進化2弾やらせていただきました。楽しかったね、うん、はい、ありがとうございました。またぜひぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。僕はね、今回負けちゃったんで、次はまだ勝てるようにちょっとね、特徴をと思ってるんで、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日の動画が面白かったのとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それじゃチャンネル登録もよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。